グアテマラ共和国、通称グアテマラは中央アメリカ北部に位置する共和制国家である。北にメキシコ、北東にベリーズ、東にホンジュラス、南東にエルサルバドルと国境を接しており、北東はカリブ海に、南は太平洋に面する。首都はグアテマラ市。先コロンブス期にはマヤ文明が栄え、現在も国民の過半数は、 マヤ系のインディヘナであり、メキシコを除いた、中央アメリカで、最も人口の多い国である。経済的には、エルサルバドルと共に、中央アメリカの中医グループに属するが、1960年から1996年まで、続いたグアテマラ内戦により、チアミア政治において、グアテマラ社会は未だに不安定な状態にある。正式名称は、リピブリカデグアテマーラ。 通称、グアテマーラ、グエートマラ。公式の英語表記は、リパブリック・オブ・グアテマーラ。通称、グアテマーラ、W、トンメートル L、W。日本語の表記は、グアテマラ共和国。通称、グアテマラ。グアテマラやガテマラと表記されることもある。ティカルの神殿紀元前1800年頃に、太平洋岸に、バラショーの土器文化が起こり、 テコマテと呼ばれる祭祀に用いられたと考えられる、無形壺の奇形で知られる。バラ賞に、メソアメリカ最古に属する土偶も作られた。千古天気中期初頭の紀元前900年頃、パシオン川流域の聖バルと、アルタルでサクリフィシオスに集落が形成された。やがて、千古天気中期紅葉になるとなくべに高さ18メートルに、達する大規模な建物が作られた。 一方、南部の高地には、カミナルフューに、ダスチャルカスの成功など偶を伴う文化が起こった。先古天気後期には、紀元前500年以降、ペテンテイチにはシャクトゥンや、エルミラドールなどのマヤの大規模な都市が出現する。南部の高地には、イサッパ文化の影響を受けた石碑を伴うアバフタカリク、エルバウル、カミナルフューなどの祭祀センターが築かれた。古天気には、 378年に、ティカルに、メキシコのテオテワカンゆかりの強力な王朝が建てられ、メキシコ、カンペチェ州のカラクムルと、優越王として、派を争うようになる。古典期になると、カミノアルフューンもテオテワカンに征服される。エルバウルを含めた、周辺区域には、ナワゴ系のピピル族によると言われる、コツマルアパ様式の祭祀センターが築かれた。十世紀初頭までに、 ペテンテイチの祭祀センターは放棄されたが、グアテマラ高地のマヤケーション王国は、スペイン人に征服されるまで存続した。5個天気に入ると、11世紀頃から、北方の父メカ族が侵入した影響を受け、キチェ王国やカクチケル王国に、父メカ様式の影響を受けた都市が築かれた。スペイン人のコンキスタドオール、ペドロデアルバラード1492年に、 クリストーバルコロンがアメリカ大陸を発見すると、現在のグアテマラに相当する地域にもヨーロッパ人の征服者が訪れた。1523年に現れたスペイン人の征服者、ペドロデ・アルバラードは1524年にはこの地域を征服した。アルバラードはカクチケル族の協力を得てグアテマラの地を支配していた。 キチェ族のとクマルカフを1524年に攻略し、カクチケル族のと、イシムチェに、本拠地を構えた。しかし、カクチケル族との同盟関係はごく短い期間で、決裂し、カクチケル族は東方期して、征服に抵抗するようになった。1526年に脱走兵の放火によって、イシムチェは破壊され、アルバラードは、現在のシューダービエ派に、 新しい首都を建設。さらに、イシムチェの近くにあるテクパンに塔を移したが、1541年7月にアルバラードは死に、同1541年9月にアグア火山の噴火によってテクパンは壊滅してしまう。その後、現在のアンティグアグアテマラが首都となった。1544年、スペインはグアテマラ総督領を置き、自治権を与えた。 グアテマラ総官僚の統治範囲には諸説があるが、現在の中米五国ホンジュラスエルサルバドル、ニカラグア、コスタリカなどを含んでいた。スペイン人征服者の政策により、サキコロンビス、マヤ文化の古文書は、ほとんどが、この植民地時代に焼却されたが、過労じてマヤ神話のポポルブフと呼ばれる、キチェ族の創世神話が現在に伝わっている。 1717 17年に起きたマグニチュード7.4の地震はアンティグア・グアテマラに甚大な被害をもたらし、さらに1773年の地震でも大きな被害が出たため、1776年にスペイン国王の命により首都はグアテマラシティへと移ることになった。1786年にはスペインからイギリスにカリブ海側の領土が割上された。 この地域は、英領、ホンジュラスとして統治され、現在はベリーズになっている。グアテマラ建国以後の歴史は、革命、クーデター、非民主主義政権、特に、アメリカ合衆国からの様々な内政干渉に、彩られている。1789年のフランス革命により、ヨーロッパでの政局は混乱した。大革命によりナポレオン戦争が勃発し、 1808年には、本国スペインが、フランス皇帝ナポレオン一世によって侵攻された。ナポレオンはボルボンの朝のフェルナンド七世を退位させ、兄のジョゼフ・ボナパルトを、スペインをホセ一世に据えたため、それに対する民衆暴動が契機となって、スペイン独立戦争が勃発、インディアス植民地は、ホセ一世への忠誠を拒否した。 グアテマラ総官僚は1821年にスペインから独立を宣言し、同年内にアグスティン・デイ・トゥルビで皇帝の第一次メキシコ帝国に併合された。1823年にメキシコ帝国は崩壊し、新たに結成された中央アメリカ連合衆の一州となった。中米連邦では最初から内紛が絶えなかったが、 1827年から1838年に、かけ、ラファエル・カレーラの率いる保守主義のグアテマラ派と、フランシスコ・モラさんの率いる自由主義のエルサルバドル派の内戦に陥った。アルカルデスの人々結局カレーラが勝利して連邦は解体に至り、1839年、グアテマラは独立国となった。内戦に勝利し、 連邦派を駆逐したカレーラはそのままグアテマラの政治を支配し、以後グアテマラは1865年にカレーラが死ぬまで強力な保守統治が行われることになる。カレーラは保守政治家だったが、その一方でインディヘナに対しては共有地の保護などの優れた政策を行った。また、1856年のウィリアム・ウォーカーとの 国民戦争の際にはグアテマラも中米連合軍の一員に加わった。1871年には自由党が内戦に勝利して政権につき、1873年にはフストルフィーノ・バリオスが大統領になった。以降1885年までバリオスの統治が続き、自由主義的な様々な政策が行われ、1879年には 憲法が制定された。一方で、ホンジュラスやエルサルバドルなど近隣諸国との戦争を続け、またこの時期にインディヘナの共有地は解体されて奪われ、大土地所有制が強化された。また、この時期から経済がコーヒーモノカルチャー化し、1880年代には、実に輸出の9割近くをコーヒーが占めるほどであった。 こうしたコーヒー農園の労働力として移民が導入され、1893年には日本初のラテンアメリカ移民が行われた。独裁者マヌエル・エストラーダ・カブレーラ。ミゲル・アンヘル・アストリアスの大統領閣下のモデルとなった。1898年にマヌエル・エストラーダ・カブレーラが大統領に就任し、22年間の独裁政治を行うが1920年に、 カブレーラは失脚した。カブレーラが失脚すると、政治的空白状況が生まれ、クーデターが繰り返される不安定な状況が続いたが、1931年に、ホルヘ・ウビコ将軍が隙をついて、権力を握ると、ウビコ以外は、すべて、不自由であると言われるほど過劣な統治を行い、グアテマラ社会の荒廃は一層進んだ。 こうした状態を憂いた愛国者により、ウビコは九百四十四年に追放され、民主主義の時代がグアテマラにも訪れた。なお、日本とは九百三十五年に、堀吉高発、大中グアテマラ日本講師が着任し、正式に外交関係が成立した。九百四十四年から九百五十四年までは、グアテマラの春と呼ばれ、自由な空気のもとに、 各種のミ民ュ的な社会改革が進められた。ハコボ・アルベン・スグスマンは、ポプリスモ的政治家として、土地改革などの政策を行ったが、これは、次第に、アメリカ合衆国が、グアテマラは、共産主義化しているというネガティブキャンペーンを張る、要因となっていき、土地改革が、ユナイテッドフルーツの社有地に適用されることになると、合衆国の怒りは頂点に達した。 アメリカ政府の雇用した反、アルベンス派用兵軍がエルサルバドルから侵攻すると、軍の上層部は、アルベンスを見捨てアルベンスは亡命した。こうして、グアテマラの春は終わりを告げたのであった。キューバ革命の周辺国への影響を恐れた、アメリカ中央情報局は、グアテマラ軍上層部の支援を得て、1954年に、 プブサクセス作戦と呼ばれる政府転覆を実行し新米独裁政権が生まれたが、これがグアテマラに長い動乱の時代を招いた。1960年からグアテマラ内戦が始まり、36年間にわたり武装反乱軍などのゲリラとグアテマラ政府軍の戦闘が続いた。1980年代には、 軍部がほぼ実権を握り、農村部への焦土作戦を取るなど、反体制派に対する徹底した弾圧を行った。この軍事行動の結果、数万人の行方不明者を含め最大20万人が死亡もしくは行方不明となったと言われる。内戦状態は1996年に平和条約の調印によって終わった。1996年に署名された。 和平合意のほとんどは1年以上経過しても履行されなかった。その後、2015年の国政選挙でジミー・モラレスが大統領に就任した。そして、モラレスの人気満了に伴う2019年8月11日の大統領選挙では、右派のアレハンドロ・ジャマテイが対立候補のサンドラ・トーレスを破って当選。2020年1月14日に大統領に、 就任した国会議事堂グアテマラは一員制議会を持つ。議会は共和国議会と呼ばれる。国会は158議席で、国会選挙は4年ごとに行われ、同時に大統領選挙が行われる。グアテマラの大統領は国家元首であり、政府の長である。行政を行うために、大統領は閣僚を、米国の内閣を得た上で指名する。 2014年現在のグアテマラ陸軍は、現役13,444名、予備役約62,000名で、15の軍管区に旅団を基礎とした実戦部隊が配備されている。ベリーズ領のうち領土問題になっていない地域、ベリーズが実効支配し、グアテマラが領土主張している地域グアテマラ領植民地時代の統治による歴史的経緯や、 熱帯雨林に覆われていたという地理的理由により、独立以降も周辺国との国境には未確定の部分が多くあった。特にベリーズとの国境問題は最も長く続き、同国の約半分を自国の領土と主張していることから、継争状態となっている。2008年12月8日、両国は、 米州機構の仲介で合意文書に署名し、係争を国際司法裁判所に付託することに最終的に合意したが、国際司法裁判所の判決を受諾するためには、管轄権をあらかじめ受諾することが必要であり、合意文書で両国は2013年10月に同時に国民投票を行い、可否を決定することとしたが、 共に期日までに実施されず、その後はしばらく動きがなかった。その後、グアテマラは2018年4月15日に投票を実施し、95.88%の圧倒的多数で可決された。ベリーズも2019年4月19日に投票を行い、55.4%の僅差で可決した。グアテマラの地図グアテマラの県グアテマラは22の 県から構成される。アルタベラパス県、バハベラパス県、チマルテナンー県、チキムラ県、ペテン県、エルプログレッソ県、キチェ県、エスキイントラ県、グアテマラ県、ウェウェテナンー県、イサバル県、ハラパ県、フティアパ県、ケツァルテナンー県、レタルレウ県、サカテペケス県3、マルコス県、サンタ、ローサ県、ソロラ県、スチテペケス県、トトニカパン県、サカパ県ほとんどの主要都市は、 国の南半分に位置している。主要都市は、首都グアテマラ市、ケツアルテナンゴ、エスキントラである。その他にも、港町として、カリブ海側に、プエルトバリオスが存在する。地形図グアテマラは、太平洋とカリブ海に面し、北緯14度から18度にかけて位置する。気候は、基本的に、亜熱帯型である。地形的には、 北緯16度で北と南の2地帯に分け、そのうちの南部を山岳高原地帯と太平洋海岸地帯の2つに分けると2地帯に分けられる。山岳地帯は第3期の火山活動で形成された地帯であり、太平洋海岸地帯はさらに3つの地帯に分けることができる。北部は北緯16度から伊北のユカタン半島に至る熱帯雨林やサバンナが広がった。 平原地帯である。太平洋海岸地帯の標高100メートル以下の平地はコスタと呼ばれる。コスタは寒気が明瞭なサバンナ気候で年間降水量は1000から2000ミリ程度で乾燥した亜熱帯林が広がっている平地である。標高100メートルから1500メートルまでの斜面はポカコスタと呼ばれる。標高500メートルを境に低地ポカコスタと高地 ポカコスタに分かれる。標高が高くなるにつれて雨量は増加し、寒気も3から4ヶ月と短くなる。山岳高原地帯は、九中又根山系と、北西から南東に走るシエラマドレ山系に分けられる。両者の間の地交帯には、ポロチェク川とモタグア川があり、この両川は国内に、川口を持つ。ポロチェク川の下流域に、国内最大のイサバル湖がある。 シエラ・マドレ山系の太平洋岸沿いには多くの火山が分布し、メキシコとの国境付近に国内かつ中米最高峰であるタフムルコ山、高名山など4000メートルを超える火山もある。アティトラン・コハンやアンティグア・グアテマラからはコニーデ型の火山を眺望できる。首都グアテマラ・シティグアテマラはエルソルバドルと並んで中米では経済的に注意の国である。 国民総生産の4分の1を農業が占める。農業は輸出の3分の2を占め、また、労働人口の半分が従事する。主要産品は、コーヒー、砂糖、バナナである。工業、建設は、国民総生産の5分の1を占めている。 1996年の停戦により36年間に及んだ内戦が終結したため、外資投入への障害は取り除かれている。1998年のハリケーン密チによる被害は、近隣諸国に比べれば緊張であった。グアテマラ経済はパナマを含めた中米諸国のうちの3割を占める。ただし、中米諸国は、所得水準で上位のパナマ、コスタリカ、 中位のグアテマラ、エルサルバドル、海のニカラグア、ホンジュラスと3段階に分かれ、その所得水準はいずれも先進国には遅れをとっている。国内の製造業が未発達であることから、高付加価値の製品製造がままならず、サービス産業の拡大が近年の傾向である。2000年以降、世界的な金利低下の恩恵を受け国内のクレジットサービス及び、 貸し付けが拡大の一歩をたどる。IMF によると、2020年のグアテマラの名目 GDP は776億ドル、一人、あたりでは4317ドルである。グアテマラの治安は、世界で159番目である。2013年には5252人が殺害され、メキシコからの麻薬組織の流入、ギャング団の調量などにより、 治安は深刻な状況にある。2009年時点の原油生産量は110万トン、天然ガスは0.43000兆ジュールにとどまっているが、これは油田、丹田が未開発なためである。金属鉱物資源は金、鉄、ニッケルが中核であるが、鉄は1万トン、ニッケルはほとんど採掘されておらず、金が若干生産されている。 マヤ系住民貧困問題が向上化しており、国民の生活水準は全体に低い。平均寿命は72歳。識字率は69.3%、人口の10%が、国民全体の所得の47%を占める。一方、国民の52%が貧困層に属する。都市部と農村部の貧困差も大きく、地方農村では、 貧困層が76%に達する。国民の大多数を占めるマヤ族など先住民は、外して零細な小規模農業に従事し、また多くはスペイン語の読み書き能力を持たないため、他の職業に就く機会も少ない。グアテマラの民族は 60.、60.7%は、非先住民族として分類されており、その内訳は、ラディーノが51%及び、 ヨーロッパ系が8%となっている。マヤ系先住民族が41.3%、7.9%、ケクチ6.3%、その他のマヤ系民族10.6%、先住民族の進化が0.22%、アフリカ人と先住民族の根血のガリフナが0.04%である。先住民は主にマヤ系住民が多数を占め、 人種的に先住民でも非先住民的な生活様式を行う先住民はラディーノと呼ばれメスティーソと同様に扱われる。白人系住民は植民地時代以来からのスペイン人の子孫が最も多いが19世紀にプランテーション農業のためにヨーロッパから移民が導入されドイツ人、フランス人、イタリア人、スイス人、ギリシャ人などが アジアからもアラブ人、トルコ人、ユダヤ人、中国人、日本人などが導入された。アラブ人の多くが商業に従事しており、商業で得た資金がアラブのテロ組織に送金されているとも言われている。なお、グアテマラはラテンアメリカで最初に日本人が移民した国である。近年はグアテマラ人の近隣諸国への出稼ぎや移民も多く、アメリカ合衆国やメキシコ、カナダ。 ベリーズなどに多くのグアテマラ人が居住している。特にアメリカ合衆国には約150万人以上のグアテマラ人が居住しているが、ほとんどが不法移民であり、毎年合衆国からは約3万人、メキシコからも約3万人が強制送還されている。グアテマラの言語分布地図言語はスペイン語が公用語とされており、国民の6割程度が使用している。 残りの4割は、先住民族の言語を使用する。地方では、特に21種類のマヤ系言語が用いられているほか、進化語やアラワク語族のガリフナ語など、ヒマヤ系言語も用いられている。デクレット・ニュメロー19から2003によれば、23種類の言語が、グアテマラの国語として認められている。宗教は、国民の3人に2人が、 ローマカトリック教徒で最も多い。しかし、近年では、プロテスタント信者の人口の伸びが著しく、特に福音派の牧師であるエフライン・リオスモント、将軍政権下で顕著であった。グアテマラ人の3分の一はプロテスタント信者で、福音派とペンテコステ運動派が、特に多い。少数ながら、ユダヤ教徒と、ムスリムも居住している。ゲリラと、 グアテマラ政府の間で締結された1996年の平和条約により先住民族の文化が保護されるようになって以来伝統的なマヤ民族の宗教も復興の勢いを見せておりグアテマラ政府はすべてのマヤ遺跡で宗教儀式を行えるように祭壇を整備する条例を制定している2002年のセンサスによれば15歳以上の国民の 識字率は69.1%である。主な高等教育機関としては、サンカルロスデ・グアテマラ大学や、フランシスコ・マロキン大学などの名が挙げられる。1960年から36年間続いた内戦によって25万人が犠牲になったグアテマラでは、一般の犯罪や暴力団による殺人で2008年には6232人が死亡している。 また、誘拐では400人以上が誘拐された。2011年には毎日平均14人が殺害され、犯罪を犯しても98%の犯人は処罰されないとされた。グアテマラの抱える最大の問題は、治安問題、麻薬密輸、司法権の機能不全、政府の無策、腐敗、社会的不平等、人権侵害である。治安問題は、 コロン政権になっても、全く無策であり、毎日、テレビニュースで、殺人事件が報道されている。人権面では、政治犯はいないが未だに、地方都市では臨時が行われている他、婦女子に対する、暴力が多く、また裁判を受ける権利も保障されておらず、人権侵害は著しく人権意識が希薄である。グアテマラの文化は、マヤ文明とスペインの文化に根を持ち、 グアテマラには、現在もなお、マヤ文明と、スペイン植民地時代の威風が残っている。一色には、伝統的なマヤ文化の色彩が今でも残り、また国の至るところに、マヤの遺跡が残っている。また、カリブ海沿岸には、宗教儀式、舞踊、音楽などに、アフリカ文化の影響が見られる。ノーベル文学賞作家、ミゲル・アンヘル・アストゥリアスグアテマラ文学は、 マヤ時代からの先住民の交渉文学に伝統を持っている。さきコロンブス期の文学で現存するものとしては、キチェ語で書かれたポポルブフが残っている。グアテマラの小説は、独立後の19世紀半ばに、アントニオ・ホセでイリサリによって始まり、サロメヒルによって大成された。ロマン主義文学においては、マリアのフェリペデ・ヘッススが活躍した。 モデルニスモ文学においては、報道文学で活躍し、日本との交流もあったエンリケ・ゴメスカリーリョや、マクシモ・ソトホールらが活躍した。現代の文学者としては、大統領閣下、緑の鳳凰の著者であり、キューバのアレホ・カルペンティエルと共に、魔術的リアリズムの創造に大きな役割を果たした、ノーベル文学小作家のミゲル・アンヘル・アストリアスや、マリオ・モンテフォルテ、トレド、 ロドリゴ・レーローサ、アウグスト・モンテローソらが特に有名である。グアテマラではアフリカ伝来のマリンバが独特の発展を遂げている。また、カリブ海側の先住民、ガリフナ族の音楽は世界的に有名である。クラシック音楽においては、グアテマラ出身の特に著名な作曲家、指揮者としてホルヘ・サルミエントスの名が挙げられる。グアテマラ国内には、 ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が2件、複合遺産が1件存在する。国庁のケツアール国庁はケツアールで、グアテマラの国庁に描かれており通過名ともなっている。紙幣には、マヤ時代の数字が用いられている。ポポルブフは、林家英吉元スペイン大使がスペイン語から、日本語に重役し、中央公論社から出版されている。 このネガティブキャンペーンの仕掛け人が心理学者、ジークムント・フロイトのおいで、プロパガンダ教本著者のエドワード・バーネーズである。アルベンス・プ人は2009年に亡命先のコスタリカで死亡した。アルバノコロン元グアテマラ大統領の妻、いわゆるティエラ・カリエンテ、ティエラ・カリエンテに属する。雨量は2000から3000ミリに達する、ティエラ・テンプラーダに属し、 海抜600から1800メートルの間で3000ミリを超える地域もある。年平均気温16から23度。ありがとうございます。